えー、3歳、1歳の子持ち、30代女、夫がくも膜下出血の後遺症で、高知脳機能障害です。夫は共感性ほぼなし、えー、液度性っていうのかな、起こりやすく、感情のコントロールが難しい、えー、子供が泣いた場合、癒さないし、自分のもうよにならないと、子供に対してもすぐ起こります、えー。治らない障害なので受け入れなくてはと思いますが、私も夫に腹が立ってしまい、家庭内が必死しています。このような障害を持つ夫と一緒に今子育てをしたうあるでしょうか。えっと、あのもうその夫が治るとか、その夫がその子供を癒やすことが可能だというふうに思わない方がいいと思うんですよね。 もううううあののそういいう生き物でですよっていうので最初から頼らないで暮らすっていう方向でその何かやってくれるだろうと思うけどやってくれないから腹が立つとかっていうのがあってもともと怒りやすくなっちゃってるのでその旦那さんとしてもちょっとしたことでやっぱり怒っちゃうのでその子供ともガチで喧嘩するみたいなのなっちゃうと思うんですよ。なのであのそこはそのパートナーであって自分の生活を手助けしてくれる人であるという認識はしない方がむしろ気が楽なんじゃないかなと思うんですけど。 なのであのであ障害者年金もらって、でそのそれなりに障害者デッキのお金が入ってくるから、まあいいやっていう感じで、うちの子土ぐらいのポジションで見ればいいんじゃないかなと思いますけど。